ったかな、あの、いいのかな。よくないです、ね、よくないよね。ニューヨークなんか行ってないの結局。そうなんです、ね、行きの飛行機とで帰り取れねえからって行けなくなってたから、結局こうやってスタジオにいるわけじゃん。ええ、はい。それなら録音ですみたいな、ああいう陽気な放送まずくない？俺は少なくともまずいと思う、俺はね。ジンさん、うん、それでなんですけど、うん、ここで、うん、もう謝っちゃって、うん、でちょっと待ってよお前、ここで謝ってここから生放送やるっていうの、はい、切り替えるっていうの、はい、やだよ。だって俺 NHK のデパ地下フリークっていうのを見てるから。いやいや、てかそういうことじゃなくて、俺これ出ちゃったらリスナーなんて思う？あんなに自慢げに海外行ってたのに結局行ってねえじゃんと、あいつ。いや、そうなん、それもそのあいつ家で自作パソコン改造しようとしてまた壊しちゃって半分じゃんみたいなことがみんなにバレちゃうぐらいだったら俺は真っ平だから、俺はここでもうデパ地下フリーク大好き花子さんがどれぐらいデパ地下詳しいかっていう、うん、そこをなんとか、いやそこをなんとかじゃない、金牌だって裏裏入っちゃったからね、京都のやつね、うん、1位だってもうマイソロサンドなんて買ってないから、お願いしたいんじゃなくて、俺は出たくないのと、あとそれから今すぐこのテープは止めないとまずいよ。だってほら録音じゃないの録音って言ってるわけだから、それは裏切りだからね。ですから、ジンさんに出ていただいて。だからそれはダメだって。どうしてですか？え？だから恥かくから。でも、うん、結局あの来週生放送やったところでニューヨークのお土産話とかないじゃないですか。すごい切れるわそれも言い方が。それないかもしんないけど、来週までに TBS とかが壊れちゃうかもしんないじゃん。だから俺もね、なんていうのかな、だからこのままその嘘の放送もやだし、その何、テープ流さないからって無音のままでもいけないし、それは面白くないことが良くないっていうのが分かるから、俺ちょっと折衷案考えたんだけど、はいはい、プロデューサーの池田は面白い放送を生でやればいいんじゃないの。いや、僕は面白い放送、面白い放送をすごいかっ飛んだフリートークをすればいいんじゃないの。いや、それはできない、それはそれはない。なんで伊集院さんが喋った方が面白い放送になると思う。いや確かに俺はその面白いことを考えて喋る仕事をしてるかもしれないけど、今日は事務所の予定表にもニューヨークって書いてあるから、オフだから。いやけどどうやって喋ればいいかっていうか、じゃあだからそれで俺思ったんだけど、はい、だからもう CM 開けたら池田プロデューサーのあの深夜のバカ力みたいなことで喋って、で内容に関しては俺が考えて向こうからこうイヤホンの中に入れっから、それでやればいいじゃん、絶対面白くなるから。だったらいい。そしたら俺も嘘つかないことになるし、いいじゃんそれで。じゃあいいよ、別に俺はいいよ。電源落として帰ったっていいから。わかりました、わかりました。やればいいじゃん。最悪、うまくいかなかったらテープ素材で。それはダメだからね。だってこの後もニューヨーク行ってっからね、俺ね。ニューヨーク行ってるってことは、それが応援されたのに嘘つくってことになるし。じゃあ出ればもうダメだよ、恥かくから俺は。だから池田の深夜のバカ力から俺が裏からずっと陰で糸を引いてくから。それでやっていけばいいじゃん。それでやっていけばみんな満足できるからね。はいどうも、池田隆夫でございます。あれ俺なんかテンション低いな。じゃあもう一回言っちゃおうかな。じゃあ今度エロっぽくございます。開いた、俺今開いた。すっげー開いた。なんか体中の穴っていう穴が開いたね。こうなったら俺もトータス松本のモノマネをお送りします。ガッツだぜ。まあお正月なんでやってみたんですけど、お正月だぜっていうことで。俺最高。多分地球上で2番目に面白いな。一番面白いのは多分今日歌子市長だね。
よし、俺今日はノンストップで喋り続けるから歌も歌うよチュパチュパ音頭とかねチュッパチュパチュッパチュパチュパチュパはい、ここで自分の肘を必死に舐める音です。はい、舐めます。これ流行りますからね、みんな真似してくださいよ。みんな真似するために、真似するたびにニクルゼールくださいよ。絶対くださいよ。くれない人はチョップあんま痛くないチョップ。足は踏んでるけどね。まあ僕もプロデューサーなんかやってるとね、まあほんとムカつくことばかりですよ TBS。 まあなんて言ったらいいのかな、上の人間はね今頃ね、愛人の父でも揉んでね、まあ長い初夢夢うつつなんでしょうけども、俺ら本当に辛いっすわ。あーもうダレさん、やっぱ鉄砲団行きましょう行きましょう。